KSC 製のガス風呂バックガン、タボール21の紹介になります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。IWI USA のアメリカマーケット向けのモデル、タボール SAR のガスガンです。今回紹介のタボール21は、IWI イスラエルウェポンインダストリーズのライセンスを取得しています。商品は下記にリンクを貼っておきます。このタボール21を持ってみた感想は、本体がとりあえず重たいですね。で、あとは他の銃と違ってマガジンとトリガーの位置が逆なんですね。面白いですよね。で、こう構えてみた時に安定しやすいですね。真ん中に重心が行く感じになるので持ちやすいです。メーカーは KSC、 価格は約4万円くらいです。相談数は38プラス1発。本体重量は 3690g、 全長は約696mm。 動力ソースはフロンガスです。本体は主に樹脂でできています。付属品はこのようになっています。箱の中には専用ホップ調整の工具と簡易的なローダー、専用分解ツール、少量の BB 弾、サイト調整ツールが入っています。外見の説明になります。トリガー、グリップ、セレクター、ハンドガード、バレル、インナーバレル、ハイダー、フロントサイト、リアサイト、刻印、レール、マガジン、ストック。本体の金属パーツは主にハイダー、バレルあたりが金属でできています。サイトの調整についてですね、サイトはこのように調整できます。サイトビューはこんな感じです。マガジンの着脱はこのような感じでできます。ローディングの仕方はこんな感じです。ガスはこのように入れます。ボルトハンドルはここにあります。ここがボルトリリースボタンになります。またボルトハンドルを戻すことによっても解除できます。ホットアップの調整はこのようにします。トリガープルについてです。トリガープルはかなり短く素直だと思います。このタイミングでハンマーダウンします。かなり軽めですね。ロードはこのようにできます。それでは実際に撃ってみようと思います。じゃあ次はフロートを打ってみたいと思います。で、実際に打ってみた感想はですね、とリコイルが激しいのと、あと思ってた通りやっぱり狙いやすかったですね。初速などの説明をしたいと思います。今回使用する弾は 6mm の 0.2g です。10発計測したいと思います。
品の特徴はブルバップのものでヘパイストスを除く唯一のガスブローバッグタボールだと言えます。洗練されたデザインで重心は体に近いので重いと感じづらいです。この製品の欠点はボルトが完全に前進してないとハンマーダウンしません。勢いよくボルトをリリースしましょう。でマガジンが鈍器のように重たく 700g ぐらいあります。フルオートが安定しづらく寒い日には向いていないかなって思います。トリガーユニットの取り出し機能がオミットされています。この製品を買うべき人とは IWI 公認のガスガンタボールが欲しい人、あとはリアルなタボールが欲しい人におすすめです。この製品がおすすめできない人はガスガンの管理が苦手な人、あとはゲームユースで使いたい人には少し難しい銃かなって思います。よし、以上、KSC 製ガスブローバックガンタボール21の紹介でした。チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。